こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キャロットヘブン好スタートを切りました。メジャートップ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してメジャートップ花に立ちます。その後ろからはキャロットヘブン、この馬も上がっていく構えです。さらにはマウントキャップ12番トロットサンダー、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはメジャートップ、すぐ後ろにマウントキャップ黒の帽子ジェイコカルメ、その後ろ、その外にキャロットヘブン、並んで7番ソリッドアイズ、パラダイスクリーク、この馬もこのグループ、セイクリッドラック、すぐ後ろ、その後ろにリンドナイト緑の帽子ブレイディメガトン、その後ろ、すぐ隣にイングランドアセット。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として1番メジャートップ、マウントキャップ、ほとんど差がありません。パラダイスクリーク3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はトロットサンダー、トロットサンダー先頭、残り 200m トロットサンダー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。パラダイスクリーク迫る、トロットサンダーもう一伸び、トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらパラダイスクリーク、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のDM ハリケーン、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。ステージチャンプ前に行きそうです。名勝リコール、それに続いています。さらにはビワハヤヒデ17番、ブラウンシチ、その後ろスイープコース、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からビワハヤヒデ先手を取りました。大鳥メドレー、そのうちに続いています。その外にブラウンシチ、ピンクの帽子、名勝リコール、その後ろすぐ後ろにアドマイヤウィーク、その外からステージチャンプ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のダンツシアトル中段につけています。もう一度先頭から先手を取ったのはブラウンシチ、その隣に大鳥メドレー、すぐ後ろに名勝リコール、青の帽子、ビワハヤヒデ、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ブラウンシチ先手を取りました。前はブラウンシチ、大鳥メドレー、ほとんど差がありません。3番手にダンツシアトル、絶好の手応え。大外からオレンジの帽子、ダンツシアトル伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はダンツシアトル、内からはブラウンシチ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはダンツシアトル、残り 200m、 成田大進伸びてきた。岩早秀必死に追う。2番手はダンツシアトル、成田大進、この馬で決まりか。成田大進1着、成田大進完勝、成田大進1着、2着はダンツシアトル、見事に勝ちました。成田大進、ダンツシアトル2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。